中日、涌井、3勝10敗防 3.96、 涌井がセリーグでこんなに苦しむなんて想像できた？投げてる球自体は衰えとか感じないけど結果がひどい。衰えてるやろなほどだから抑えられてるだけや。中日ドラゴンズをなめるな。こんなロートルをわざわざトレードで手に入れたバカ暗黒球団があるらしいな。むしろ去年より成績良くなってるやん。千葉ロッテマリーンズ涌井を進化させた感じ。苦心出る理由はチームなんだよな。4球団最多勝に鬼神号やな。楽天晩年よりよくやってるじゃん。前は4勝12敗くらいを予想してたけどシーズンも勝くらいらしそうやな。涌井のことなめてたわ、すまん。さらにどっかトレードされるんかな。涌井ってあんまりごねたりせんのかな。勝ち負けはチームのせいもあるやろ。普通なら勝っててもおかしくない試合いくつ落としてんのよ。中日やし勝てるわけないやん。強いチームだと6勝6敗くらいでいける。まあ勝てる投球はしてへんのやろけど最多敗取れそうなのはかわいそう。苦しむのベクトルが違うと思う。投手有利のなほどとはいえ防御率悪くないやん。阿部とのトレードで中日王尊みたいな言われ方されまくってたんだからこんなもんやろ。クールキャラだけど女関係で問題を起こしまくってた過去があるって考えるとちょっとダサいよね。ここまで負けるなら若手さらし投げの方がまだええのに、そんな枚数足りへんの？ご視聴ありがとうございました。